バンドです。三平三平です。にゃんにゃん日賀もよです。お願いします。彼は一般応募の方ですか？柴田容疑者、はい、まだ見つからないんで、はい、捜索しようというシリーズの、まあ、第2回目ということで、まあ、柴ちゃんの Z 界におけるトークが、まあ、3本ぐらい見つかったんで、全世界の人に見てもらってちょっとビートルズの秘蔵テープが見つかったみたいな感じですけど。柴田さんってさ、ライブのだ、軽症だ、あの人材派遣会社から派遣されてきたさ、あのド素人なんだね。まあそういうことですけど、こんな野郎ド素人のくせになんか番組でいいポジション取りやがってさ、なんですごくね。いやでも自分でも分かんないね。何を分かんないのに説明しようとしてんだよ。なんかね、あのさ、子供の頃から何をやってもら天才派だ、あるいは4番バッター、エース、真打ち、なんかこうスターっていう肩書きを背負ってきた星の元に生まれたそんな男だから、なんかほら派遣会社で偶然来ちゃったのにいつの間にか俺エースになっちゃったっていうね。これそうとしか考えられないでしょこれこんな美味しいポジションはい、緊張してんだだからね、名言見たく会員ナンバー0004番。これはスタジオですね。これはスタジオだね。人材派遣会社の柴田さんですね、はい、柴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柴田さん、こうやって見るとですね、なんかとても女性には縁があるようには見えないんですけど、実際のところどうなんですかね。ああ、なかなか女性に縁がないよって言われましたけどもね、私こう見えて素人童貞ですから。素人童貞ですか。また懐かしい、なんかね、結構響きですよそれ、はい、学生時代思い出しますよそんな、はい、素人童貞。しかもね、うん、私の性愛の形はオナニーですから。オナニー、はい、あ、オナニーオンリーですか。いやいや、ところがね、風俗で遊ぶ時には私高級志向ですから。あ、風俗行くんですか。はい、高級志向ってどういう高級。そうですね、大体遊ぶ時には月収の3ヶ月分が目安です。月収3ヶ月分ってなんか婚約指輪じゃないですかそれ、なんか郷ひろみみたいな、かっこいいですね。はい、ありがとうございます。でね、大体ね、高級ホテルのスイートルームを取るんですよ。高級のスイートルーム、高級って言ったらあのホテルだとか、はい、この間だと大体使ったのが渋谷のホテルですね。なんかハリウッドスターみたいな遊びをしてますね、あなたはね。そこでね、デリヘル嬢を3人呼ぶんですよ。3人も、そうするとね、3人でオールナイトコースを頼むと月収の3ヶ月分だいたい20万ですね。20万。はい、20万って1回で、ちょっと待って、20万ってことは月7万しか稼いでない。7万弱です。弱って7万より少ない。それでよく1回に20万使える。どういう生活してるんですかあなたは。大丈夫ですよ、すべてね、支払いはカードのリボルビング払いですから。借金だ全部リボルビングだよ。いやいや、頭なんしただけだろ。でも私ね、見てください、カードこれだけ持ってますこれ全部生きてるんですかこのカードは。なんとか生きてますか。大丈夫ですか、はい、いやなんかちょっと危険なね、香りすらしますけどね。まあそんな変態な柴田さん、しかし風俗は高級志向というね、はい畳み方ちゃんと丁寧なんでしょ。はい、それでは紹介してまいりましょう。会員ナンバー004番、岡山県出身の人材派遣会社から派遣してまいりました。人材派遣会社ってのが面白いんだよ、もう。柴田さんです。よろしくお願いします。柴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、柴田さんは、最近はどのような仕事を。そうですね、最近私は、まあ、数々の特技を持ち合わせておりますが、はい、最近は主に創作ダンスのインストラクターをやっております。え、特技が創作ダンスですか。はい、ちょっとなんか似合わないな。いやいやいや、あなた人を見る目がない。あの、私こう見えても小学生の頃からスポーツ版の学業優秀、岡山の神童柴田と呼ばれてましたから。ということはあれですか、学校とかの人気者、要するにあれでしょ、クラスではクラス委員長とか生徒会長とか生徒会役員とかやってた。それが一度もないんですよ。一度もない。いや、あのね、はい、自分では僕以外にふさわしいやつがいないと思ってたんですけども、一度も選ばれたことがない。不思議だいや、やっぱり不思議だこれね感情一つも入ってないね
自分史最大の謎ですね。それには何か訳があるんでしょう。いや、あ、でもね、一つだけ。一つだけ。いやでもね、あの程度のことがね、僕のマイナスになるかどうかわからないんですけれども、はい、実はあの給食当番の時のことなんですけれども。え、給食当番の時何かあったんですか。あの僕が給食当番の時に、はい、クラスの好きな可愛い女の子の給食の中に、はいはい、いつも自分の唾を入れてたんですよ。そしたらね、時々見つかりまして、クラス会でその度に大問題になりました。それはね、クラス委員とか生徒会長とかいう次元の問題じゃないよ。シャバにいられるかいられないかくらいの問題でしょうに。いえ、だからその度にね、僕はね、言ってやったんですよ、クラス会で。これは僕の愛なんだ。ところがどっこいみんな理解できない。所詮ね、みんなね、田舎の子供なんですよ。しかもね、全員ね、僕より3つ年下。所詮ね、レベルが違いすぎるんですよ。おい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 、小学生で同級生で3つ下、年下ってどういうことだよこれ。おい、岡山なんてそんなもんですよ。びっくりしたな。おい、そういうもんじゃねえだろうが。おい、いやいやいや、世間はない、了見が狭い。本当の愛ってものをね、分かってないんですよみんな。いや、分かってねえと怯えだろうがよ。おい、お前分かってないよ。さっきから聞いてじゃ、了見が狭いとお前が狭いよ。そうそう。いやいや、それはマンゴーじゃないよ。置いといて。いや、置いとかないよ。なんだよ、いきなりよ。僕の本業ね、創作ダンス見たくないですか。いいよそんなの、どうでもいいよそんなの。お前チラッとだけ。え、何チラッと創作ダンス、創作ダンス本当できるの。任してくださいよ。じゃあちょっと見ようか。行きましょう。なんだこの鎖よ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。あ、グッと開く、グッと開く、開いて開いて、ケツの穴臭い、お前の穴よ臭いんだ。2番、あ、グッと開く、グッと開く。なんだこれ。何でもやってたよね。やってた、やってたよ。思い出した。確実に思い出したよ。クッと開く。あ、すごいですね。なんか柴田さんの演技って、ね、うん、音声ガイダンスみたいですね。インプットしたものを、うん、無感情に読み上げてるみたいな。でもね、差はないんだよね、日頃の。あ、確かに。そっか、うん、まあ、今のは台本があったわけじゃないですか、うん、これでも普通に喋ってる時もこんな感じですよね、うんうん、それ誰かの台本読んでんのみたいなトーンで喋ります。だからね、自分そのものだと思うんです。確かにそうですね、うん、あ、この人にはこのセリフは無理だなとかって思いながら書いてるのね、はい、ドラマとかやるときもね、はい、でも柴ちゃんに言ってもらうセリフってさ、もう驚異的に頭のおかしいことを書いても柴ちゃんそのままスッと出すじゃない。だって楽屋で喋ってるだってこんな感じ。まあでもそうですね、地続きですね、喋、り方の感じは何の感情もなしに、ところがどっこいっていう。ところがどっこいな出来事があったくせに、あの感情のなさすごいですよ。多分あの頃って Z 界で、まあ、あんちゃんとかは結構そのがっつり台本があったんじゃない、あまりこう自分のフィールドじゃない知識のものとかもやっぱ聞いたりはしてるのよ、これってどういうことですか、でも柴田さんってなかったですね、渡されたら多分、自分が知らない言葉があっても、特に確認することなく、淡々とこう、そうそう、疑問に思わないっていうか、だから疑問に思ったらそうって言って。そうって最高でしたねこのそう。だ結構この時って梅さんが、まあ柴田さんと仲いいんで、そうそう、割とまあ台本には沿ってるんですけど、ちょこ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 こう台本にないことを入れてるんですよ、でそうするとやっぱ一瞬止まるんですよね。そう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 。一回あの芸人を引退して、それでその FX をやって大金持ちになり、でそれでステンテンになって、それで行方不明になったって思ってる人もいるんだけど、で本当はその後に一回芸人に復帰してるよ。してますね、はい、で1年間ぐらい芸人をやってて、でその時もこうずっと追っかけてウォッチャー、柴田容疑者ウォッチャー。完全な日本全国が自粛期間だった時に、はいはい、YouTube で動画を4本ぐらい上げてたんだよね、柴ちゃんが。その中で1本もう本当に傑作があって、
そもそも柴ちゃんの家は岡山の山の中なんだけど、そっからさらに車でだいぶ山の中に入ったところに大きなダムがあるんだって。でそこのダムがそこそこの観光地で、日頃は観光客が来るんだけど、緊急事態宣言下だったら誰もいないはずだって言って、でじゃあそこを見に行くっていう柴ちゃんの企画なの。あーちょっと YouTuber YouTuber っぽく、はいうん、で行ったらそこが野生の猿の楽園みたいになってるわけ人がいないもんだから、人っ子一人いないから、はい、でそこにもう我が物顔で猿がいて、猿がもうそこいらじにうんこしてるわけ、はい、でそのうんこを柴ちゃんがあそこにもうんこがあそこにもうんこがってあのリポートしてくんだけど、しばちゃん綺麗好きだから、はい、全部のうんこの映像に几帳面にモザイクを入れてるでモザイク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 みたいになってるさ。でそのサムネイルが、はい、お猿さんと遊ぼう騙されて見ちゃう人いますよ、ね、わかんねえ、もう何にもわかんないな、しばちゃん。いやでそれがもう、俺はだからやっぱりその期間中は家にこもってたから、でその時に見て、やっぱりその発想に度肝も抜かれて、もうめちゃくちゃ笑ったんだけど、でもやっぱり日本中の人がそれをなぜおかしいかは分からないと、なかなか ね、 で再生回数がさ15回とかそのうち10回俺じゃないかで5回は柴田さんの確認ですからね自分で見た。でも本当にもうもう少し多くてもいいと思うんですよね、柴田さんの面白さを分かるのが。そうこの感じをもうちょい笑ってくれと思うんですけど、やっぱ説明書がいるんじゃない、こういうような番組でこういう人物だっていうのを紹介した上で見てもらうしか、うんうん、やっぱいきなりこれ出されてもやっぱ説明書ないと組み立てられないプラモデル確かに、ね、部品だけは多いみたいな感じほとんどのライブでお客さんの前で完全に滑ってるわけじゃない。そうですね、うん、だけどその滑る前に楽屋で芸人相手にどっかんどっかん受けてるわけでしょ、はいはい、この両方を分かってないとはい、はいなかなかね、で今回はジガちゃんが舞台に上がってない時のちばっちゃんの映像を持ってる。はい、あの公認の盗撮映像がありまして。盗撮映像がありまして、はい、盗撮映像、あの絶対ちばっちゃん緊張されてるお顔がねメディアの方には出るじゃないですか、はい、それじゃないリラックスした柴田さんがいかに面白いかというですね映像を僕が撮らせていただきましたので、1年前のですね東京アディオスのフライヤーをね皆さんにこうアピールした時のその後で半日ぐらいずっと一緒にいたんで、もうだいぶもう心もね許してくれてる柴田さんなんで、もう本当に一般には見せない表情とあと面白トーク、最新版であり最後の令和最初で最後の映像でございますんで上げた YouTube も自分が消しちゃってるから、存在する映像としては一番新しいもの。だから来たんだ。そうなんです、呼んでもねえのにアピールしまして、はい、ね、言っちゃいけないんですけど思わず言っちゃう、このセリフもしかして尺八担当ですか。いや言っちゃいけないんだけど、そんなないでしょ言ってるなぁ言っちゃいけないんですよ、そう言っちゃう。でもね、男の人もこれ分かると思うんですけどね、ほら大事なところがね、やっぱり漫談の時よりリラックスしたんですね。こうじゃなくてこうなってる人分かるでしょ。で、ね、そういうの見るとね、言っちゃいけないんだけどもついつい言っちゃう、この言葉すいません、もしかして楽器はマラカス担当ですか。ついてるんですよね、かぶっちゃってると。メキシコのプロレスは皆さんね、ミル・マスカラスなんで、ミル・マスカラス乗ってるなぁ。いやこれ大塚さんめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。そういうのお嫌いですか。いやもういやちょっとご機嫌の。そうだね、柴田さん、これが最後か。でもあれをその我々以外にも見せてるかどうか、割と親しい芸人の前だとあんくらいオープンになるけど、うん、見せてないんじゃない、ない感じします、ね、岡山での日常を聞いたことあったけど、あの2個前の引きこもりの頃に、うん、岡山で柴田ちゃん何やってんのって言ったら、だからあの左手でキーボードを叩いて右手で犬を撫でてる生活をしてるって黒幕じゃん、うん、ずっとそう、うん、そう言ってたよ。何ヶ月もね一言も人と喋らないのザラだって言ってたよ、うん、はあ。で、あの一人でいるっていうことはもう全く大丈夫なんだって、うん、
とはいえ今ってそういう人でも外部と、まあ、ネットとかがあるんで外部との接触、ツイッターだなんだでするじゃないですか、うん、それすらやっぱやってないないですもんね、うんうん、ああなりたいなりたいねなりたいだってね、芸人を辞めて、まあ、最後 の、 あの舞台も俺見たんだけど、はい、そこで辞めてから今度人前に立つのが、うん、あの東京アディオスの2019年の9月11日のイベント、はい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 、あそこまで全く人前に立ってなくて、うん、その間がちょうど10年なんだよね、うん、で10年ブランクがあるんだけど、あのイベントで別にブランクなんか何にも感じさせないあのままのあのままのアップもダウンもしてないしてない。あでもね、よく見るとやっぱりさっき梅がちょっと緊張してるみたいなことを 、うん、言ってるじゃん、はい。でそれがね、あのイベントの時に俺と横須賀としばちゃんとチャンスとかが一番乗りで控え室に行って、はい、でわさ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 芸人さんね、はい、みんな来て、はい、で最初のうちはもうしばちゃんも久しぶりとか行って、うん、ガン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 こう、はい、笑い取ってたりとかして、でものすごい人数集まってきたじゃない、はい、100人弱ぐらいいた、はいはい、それでもう横須賀もやっぱりチャンスもみんながこう若手とかも寄ってくるんでずっと喋ってて、いつの間にかしばちゃんがいないから、あれしばちゃん何やってんのかなと思ってパッと見たら、もう誰とも喋んないで、あの部屋の隅で一人で目つぶってこう精神統一してるわけ。それでね、はい、でその後に今度みんなが客席に行ったじゃないですか、はいはいはい、それで舞台に挨拶に登壇する俺たちだけが、まあ、残ってたわけだよね、はい、だから俺と横須賀とチャンスと柴田が残って、はい、出てくるの待ってたわけ。そしたらその時に俺も気づいたんだけど、はい、横須賀もチャンスもなんか同時に気づいて、あれってこれ出てったら観客全員芸人なわけじゃない、はいはい、これありえないシチュエーションだってことに、はいはいはい、そこでなんか初めて冷静になって気づいたのよでこれもしかしたらとんでもなく恐ろしい状況なんじゃないのかなっていうふうに思ったのね、はい、で、まあ、しかも俺なんかは別に普通に喋れたからいいんだけど、はい、横須賀チャンス柴田っていうのはなんか面白いこと言わなきゃいけないわけじゃない、はい、で横須賀とチャンスが異様に緊張が始まったわけ、はい、で俺もその2人に引きずられてなんかドキドキしてきちゃったもん、はいはい、大丈夫かなみたいな感じになってちゃって、はい、それでもう入る時になってそれ見たら柴田ちゃんだけが全然平常心かっこいいいやすっげえかっこいいなと思って、しかも10年ブランクがあったわけじゃない、うん、でやっぱり舞台上がったらすごいエネルギー、まあ、そうですね、はいはい、一般の方の前でやるのとまた違う感じですね、違うからね。それでも最前列のこっち側に錦鯉の長谷川くんがいて、うん、でこっち側に吉江恒夫がいて、はいはい、俺目が悪いからその辺ぐらいまでなんだけどはっきり顔わかんない、はいはい、もうその2人とかの見てる眼見のエネルギーとかが怖いのよ。だけどね柴ちゃんもね平常心、ね、そうなんか浮き足立ってもないし、ね、全くないの。あのいつもの柴ちゃんですもんね、あの時肩に力入ってる感じもなかったです、うん、だからあの10年間いなかったやっぱ岡山の山の中で修行を積んでた修行か、そうか。あーでも本当山登りみたいな、精神修行みたいな、うん、結果的にできてたのかもしれない、うん、できてたんだと思う。柴田バカ一代だね、柴田バカ一代、うん、だからね変わっていないようにも見えるけど磨かれてはいるみたいなそういう、まあ、柴田ちゃんのですね、会いたい、はい、会いたい今日本に柴田が足りないですよ他にもいるよやっぱ情報はまだ集まってきてないですか。いや全然だね全然、ぜひねあのこの映像でね、まあ、あの柴田ちゃんにね、はい、言いたいことがあったらあのこの映像で伝えてください。柴田さん、帰ってきてください。お前もいなくなるよお前もいなくなるよじゃあというわけでね、はい、今日はこの辺であのまた、はい、今女人禁制の映像をまだ探してるんで、はい、続々とここからまたあの新しい映像が発見されたらねまた続編を作りたいと思います、はい、ではどうも。オーケー、センチュー、センチュー、東京。アディオス。